Hello, citizen and my friends in USA. I would like to introduce myself a bit. I am Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, and I am now at age 68 this year in 2016. I studied English in Melbourne University in Australia in 1970. But I haven't used it in my daily life after that for almost more than 40 years since then. Then I am afraid or scared if I can explain about my ideas properly in English here in this video. But I will try, or I feel I should do. First of all, I would like to say that it's easy to get surprised and say, it is incredible, or Unbelievable when we see something or know something which is strange or unusual. But a more important thing is to unify this fact and then to weave up some sort of theories out of this fact. I mean, otherwise, we would get lost in the labyrinth of mysteries and repeat the same mistakes all the time again and again. Anyway, I will show you USA in Nazca in this video and I think I have to explain about my Hiroshi Hayashi's Line Theory before I talk about USA in Nazca. Through this video you may know that this word has been calculated by aliens whom you may call Gods and we human race have God. Another version of history which has been hidden secret behind. It is another version of history, which has been warped since the beginning days of human history. Hiroshi Hayashi's line theory from Easter Island to Giza Plateau, Egypt. では画面を見ながら説明します。 今、林博士のライン理論の簡単な説明をしました。で、もう一度、この地球の上でですね、ライン理論を皆さんに紹介します。この緑の線はですね、イースター島とギザのピラミッドナンバー2を繋いだ線です。そして途中にナスカ、進捗線下にナスカがあります。そしてこの赤い線が赤道です。で、日本の線が交わり、ここにクロスポイントができます。 こちらをウエストポールと私は呼んでいます。基準点中の基準点です。で、間の角度は60.00になるわけですね。赤道に対しては30.00になります。で、今右の方にウエストポールを移動させました。で、ウエストポールからティオティワカンに線を引きます。で、テオティワカンですね。で、この、このラインに対して90度で北に向かいますと、 モヘンジュダにに向向向かかかいいいままます。すす。そして60度で向かいますと、ギザのピラミッドに向かいます、まあ、このような位置関係にあるということですね。で、これは偶然によるものなのか、それとも人工的にアレンジされたものなのかということになります。で、やや暮れが生じますけども、90度で下に向かいますと、イースター島へと繋がっていきます。で、このティオティワカンを調べてみます。 で、上からですね、モヘンジョダロからの線を引いてみました。で、このモヘンジョダロの塔からの線は、進捗線に、えティオテワカンの参道を貫きます。なあち、参道は、まっすぐとモヘンジョダロを向いているということですねえ。この参道のことを死者の大通りと言い,い、かつ、モヘンジョダロの意味はですね、死の丘という意味です。関係があるのかないのか。で、中心に今、ギザを持ってきました。中心にギザがありますね。そして緑の線が、ギザとイースタート、 あるいは、ナスカをつないだ線です。で、この赤い線はティオティワカン。そして、モヘンジョダロとティオティワカンをつないだ線が黄色の線です。まあ、こういう位置関係にあるということですね。で、モヘンジョダロとティオティワカンをつないだ線とギザの作る角度が正確に、これは本当にシャープに出てきますよ。60.000 60. という角度で出てきます。そして、ギザのピラミッドのナンバーワンとナンバーツーの頂点をつないで、線でつないでみます。 その線に対して、ティオティワカン、もしくはポポカティペティ山の方が正確に出てきますけども、まあ、ややズレが出るんですけどもね、まあ、あの、正確に90度。なわち、第1、第3のピラミッドは頂点を通して、ティオティワカン、もしくはポポカティ山の方を向いているということです。ポポカティペティ山のふもとに、ティオティワカンがあります。で、あの、ポポカティペティから、あの、ナスカの十字架、グランドクロットの縦線と重なります。 そして右の方へ行けばもう変状だろう。角度は90度、45度という角度になって現れてきます。まあこれを偶然というか、あるいは人工的というかは皆さんの判断にお任せします。で、USA in NASCA の話をしたいと思いますけれども、まず皆さんにいくつかの点を紹介します。ブラウス、インタグリオスです。ここには奇妙な地上絵があります。NASCA の平原と同じ方式で書かれています。 硬い岩盤の上に小石を敷き詰め、上からバーッと引っ掛けて、こうしたラインを作ったものと、林博氏は判断しています。これがブライス・インタグリオスの人間ですね。そしてもう一つ、ここにカフキアマウンドがあります。このカフキアマウンドは、日本の大占領及び前方後易分と同じ、天文観測所であったと、林博氏は判断しています。また、そういう視点で、証明いたしました。 で、ここにはそれほどそういったものは残ってないんですね。ただマウントだけですけども、コンセプトは前方後円と同じという意味です。そしてここにサーペントマウントがあります。なぜサーペントマウントが重要,か重要かということは、この後につなげて説明いたします。ここに蛇の模様があるわけですね。頭と卵に注意していただきたいと思います。尻尾のところにくるくると巻いた螺旋形があり、それから頭の間には卵があります。そして、 その先にワシントン DC があるということですね。もう一つのラインを見ていただきたいと思います。えー、ブライス・インタグリュースとサーペント・マウント、それから中央に、えー、カウキャ・マウントがありますが、真一直線です。えー、カウキャ・マウントのエラーは、まあ、ほ、ほとんどないとていますがゼルと早印は見ています。そしてその先にワシントン DC がありますが、ワシントン DC のやや北部を横切ります。で、まあ、このサーペント・マウントから60度で、えー、東、いやごめんなさい、西に向かいますと、このラインが、あ やゆる大戦量に向かうということですね。ややエラーが出ます。出ますか。はい。で、この黄色い線が比叡山を通って、清水寺を通って、そして大戦量を新直線に2つに割ります。中部角ご覧ください。 なわち、大線量はサーペントマウンドを向いているということですね。なぜサーペントマウンドかということはこれから説明いたします。極めて重要な、まあ、あの、ランドマークということ、いわゆる道路標識っていうことになるわけです。で、この角度がですね、えー、北極に対して30度、正確に30.0です。という角度で、あの、サーペントマウンドを向いているということですね。で、ナスカの USA について話を続け、つなげたいと思います。 で、今、繰り返しになりますけれども、ナスカの USA。で、ナスカにはそれぞれの直線が集まっているということですね。まあ、関連性のあるあの、いわゆる古代遺跡というのはナスカで同じプラットフォームもしくは同じ場所から出発しています。まあ、これもその中の一例ということになります。そうした例を、まあ、皆さんにもすでに、えー、2桁以上は皆さんに紹介していると思います。 で、今、ブラスイントグリウルスからですね、北に0.000 00度行きますと、ここにバリオフファイアがあります。燃える、大地のように真っ赤な大地という意味です。そして、右の方にカフティアサーペント、そしてワシントン DCA とながっていきます。 で、ワシントン DC はですね、場所が先に決まってたということですね。何らかの遺跡があったと思われますけども、現在は大都会になっていますから消えています。そしてサーペントマウンドから60度で引いていきますと、大線量をこのように2つに割ります。なじり返しになりますけども、大線量はサーペントマウンドを向いている、左行きますと、クロスポイントのチャイナルですね、アジアの基準点。そして右下行きますと、ロアペク山となります。このロアペク山はですね、えぇ、ー、坂船石の、まあ、 のところを描かれています。その証明もいたしました。で、これはナスカラインをチャートにしたものですけども、あまあ、もう一回繰り返してみますと、左の下がですね、これがプライスインタグリオスで上に行きますと、バリオファイアですね。真っ赤な大地です。サラディコイパサと同じです。まさに赤い乾燥した大地ということになります。まあ、まさにこういった場所を好む。 エイリアンがいたということですね。そしてカウフィアンマウンド。そして右の方にサーペントマウンド。やや離れますけども、離れたと言いますか。あの、ワシントン州の北部を通るんですけどもね。えー、右がワシントン DC で、そしてサーペントマウンドから60度で引いてきた線が、大線量マウンドと行くことになります。そして大線量は正確にサーペントマウンドの方向を向いています。そしてそれぞれの場所からですね、ナスカに線を引いています。まずプライセンキウェリュー、イタブリウスですね。それから、 バリオファイア。バリオファイアとサラディ・コイパーサですね、は同じ、まあ、環境といいますかね、同じような環境であることは以前に証明いたしました。テカフェキアマンド、サーペントマンド、ワシントン DC、そして大仙量からナスカに線を引いています。そうしますと、この6つの箇所は1箇所に集まります。まあ、ここが林浦市のナスカ理論ですね。 で、すなわちナスカの滑走路はですね、こうしてそれぞれの関連性のある遺跡を示して、逆に言いますと、こうしたラインを丁寧に調べることによって、どういった関連性があるかということは逆にわかるわけです。で、ここにありますが、これがプライズから引いてきたでその同じハップ滑走路の右側は、バレオファイアです。すなわちこの滑走路は両方を示しているということですね。ここにあるのが、カウキアマウンドです。 中部からご覧くださいよ。そしてここにあるのがサーペントマウンドです。ちょうどあの、インクシのところに、あの、くるくるくると蛇の模様が後で、まあ、紹介します。がであります。そしてこれが、ワシントン人士。そして、もちろん大線領もあります。そしてこれは特に、あの、中央の三本の線はですね、等間隔に並んでいることに注意してください。で、 ややワシントン DC が離れますが、で、まあ、井経路をここに示してきますが、これはブライス、右の方からブライス、それからバリオ、ファイア、大戦領カウキア、サーペンとワシントン DC と並びます。で、結論でことになりますけれども、このようにですね、えー、ライン、え、理論及びナスカ理論を使うと古代の文明の謎が解けていくということです。まあ、 こういった、もう一回繰り返しになりますけども、こうした6箇所からですね、ナスカに線を引きますと、同じ場所に集まるイコール、まあ、林博士のナスカ理論によって、古代文明の関連性が、こうして、まあ、詰められていくということですね。そして、カオフキアマウンドと大戦陵マウンドは、関係があるとなじ、古代の天文観測所であったという林博士の施設と繋がっていきます。まあ、アメリカではね、あの、カオフキアマウンドは、 お墓でないことは本当に安心しました。まあ、世界のね、高校学生の先生とは何でもね、墓、墓、墓と言いたがるんですね。わからないものがあると、かはか,はか,はかもう聞き飽きましたね。えれからもう一度、あの、繰り返しますと、プライスインタグリオス、カフキア、サーペントマウントの話ですけども、まずこの、大線量マウントですね。えその、ま、大線量マウント、ねえー、の、まあのまあ、左の線は、あの、これはあの、後で、あの、一番末尾にですね、えー、ライン理論を、まあ、簡単に説明しておきますけども、えー、 クロスポインとチャイナへ行く向かう線です。正確に270.0000で、左の、えー、側の西の方ですね。クロスポインとチャイナと繋いでます。そして右下の方が、マウント・ラペフィス・ニュージーランド最大級の最も美しい火山ですね。そして左、左、えー、右上行きますと、サペート・マウントということになります。その間のことは正確に120.0。ややりエラーますけども、まあ、あのー、 一度の、一度以下の、いますかね、0.5度前後以下のエラーの場合は、私は00と計算しています。何しろ地球規模のことですからね。で、120.0ということになります。で、こういう位置関係にあるということですね。で、さらに話をつなげていきます。で、大線量とは何かということですけども、やはりこう、太平洋を挟んだ、いわゆる、まあ、西側の基準点ということになるわけです。 で、ま、当時に、同時にですね、天文観測所として機能していたという証明もすでに林宗氏がいたしました。で、これが大仙陵マウンドですね。で、ただそれだけではなくて、それから世界のいわゆる基準点の中の基準点になっているということですね。で、ライン理論でもう一度簡単に説明しておきます。えー、ここに今、大仙陵があります。そして、ルアペフ f さんですね。えー トガリオザンって言うんですね。原地の言葉でね。えー、私はルラペフザンって覚えたんですけど、アンコールワットと、それからイースターとなぎます。このアンコールワット、イースターと繋ぎますと、ギザイと向かいますけど、アンコールワットじゃなくて、プレイアップヒアーでもいいかもしれません。まあ、エラーはほとんどありません。で、途中にキナバルになって、その間の角度は120度で、えー、右上はり東の方に登っていきますと、このラインが、プライス、それからサーペントマウント、カオキアイと繋がっていきます。そして、その先にワシントン DC があるということですね。何かしら大きな関係があるように思われます。ワシントン DC、先ほど言いましたように、場所が 先に決まっていいたとうことになりますでこの緑のの線に注意してくださいこのラインは今、ブライスのイン,インタグリウスの上を通って、それからカフホケを通って、それからサーペントマウンドへとつながっていきます。で、これはサーペントマウンドも、それからあのブライスのインタグリウスも道路標識です。これも林広市施設ですよ。 え、で、ワシントン DC というのは、その証明もこれからちょっと簡単に説明しています。で、60.0、60.62ですけどもね、あの、西に向かいますと、これが大戦領に向かいます。まあ、よく、要するに、正20メンーター地図の上ではですね、60、120という数字が頻繁に出てくるということです。まあ、エイリアンの使っている、まる、あ、神々の使っている地球儀というのは、60、120を中心とした正20メンター地図を使っていたということです。 まあ人間には使いこなせないと思います。で、この大線量マウンドですけども、これは、比叡山、清水寺を通って大線量をやっていきます。そして、大線量は二つに割るということですね。なわち、比叡山はそうした基準点であり、清水寺は、まあ、はっきり言えば UFO の発着台であったということになります。で、ここが、まあ、あの、大線量ですね。これが、まあ、ブローンさん横線が、これが、サーペットマウンドから引いてきた線です。 となります。皆さん、こう思われるでしょうなぜサーペントマウンドなのかってことになりますよね。まあ、それだけ重要な拠点であったということになります。いわゆる、まあ、エイリアンの中心地であったということになります。その理由はですね、後で説明します。で、ナスカー理論でもう一度説明します。先ほどの繰り返しになりますけども、まあ、何度もこうして精査してみてるわけですね。このラインがですね、大船量から引いてきた線です。そして、このラインがカフキャンマウンドから引いてきた線です。大船量、カフキャンはですね、このように関係しているということです。 カオヒアの方がなんか形が崩れてますけども、でも日本の前方公園だってほとんどが形が崩れてますからね、2000年近い年月が流れてますから、そしてワシントン DC、それからあというふうに繋がっていくわけです。 で、プライス、それから、バリオファイアは右の方にあります。で、この特にで、ね、大線量、顔をそれからサーペントマウントのですね、等間隔に並んでいるところに注意してください。これらの線を正確にこの滑走路と重なりますから、皆さんも自分で線を引いて確かめられると良いかと思います。ここに糸形状を示しておきます。そしてこのように、まあ、並んで、そしてですね、サーペントマウントからのラインの入り口を見てください。ここにくるくるくると巻いてますね。これは、あの、本によればですね、学者たちの意見によれば、螺旋模様とか、スパイラルと書いてありますけど、これはスパイラルの中じゃないんですよ。 ヘビなんですよ。頭があるでしょ、ちゃんと。ねえ。ということは、これヘビなんですよ。ってことは、えー、いわゆるサーペントマウンドぐらラインの上に、これは、この線を行くと、サーペントマウンド行きますよ、ということを示してるわけです。サーペントマウンドはそれだけ重要なんですね。何かがありますね。あの、下には。はい。ということで、まあ、いろいろとこう、まあ、楽しい空想力が膨らんでいきます。まあ、これも大占領マウンドですけども、これも、まあ、あの、今の店、極めて重要な拠点です。二重枠で囲まれています。 まあ、あの、小さなのに地上絵もそうですけども、あの、重要な絵には20枠を多くて、このようにエイリアが囲みました。で、これが、あ角度を今計算しているところですけども、ほぼ120.0。まあ、正確に言えばね、110.29ですけどもね。まあ、そういったエラーはあります。しかし、ま、120と、林漆を判断しています。この270.00は正確に出てきますよ。えプレアピヘルト、まあ、まあ、いいです。これで、ここに120.00という数字が出てきます。 で、サーペントマウンドは何かということですね。実はこのサーペントマウンドは極めて重要な道路標識であったということです。じゃあこれはどうして道路標識かってことなんですよね。それはこれからま順に説明しますが、これはですね、基準点をうまくそのカムフォラージュしているか点だけでわかりませんのでね、こうした蛇の形をして基準点を示したというふうに林宏氏は判断し、その謎も解けました。で、サーペントマウンドの謎をこれから皆さんに話します。もちろん、場合、林宏氏ですよ。 ま、どこかでね、同じような意見を見られましたら、林印のパクリだと考えて、その方の方の、その方の方を疑ってください。その方の発表日付を、と私の発表日付を比べていただければ分かると思います。もうこのサーペントマウンド、あ標識説はもう私が発表して3年近くなります。2年以上になります。まあ、ここが基準点。右下がブルーのところが基準点です。そしてグニャックニャと回ってるコーナーがありますね。これが基準点なんですよ。今これからお見せしますけど、その点が重要だということです。 ちょうどぐにゃくにゃーっと曲がったその山のところですね。山の頂点のところが基準点だということです。あと、あーまあ、あの地球はですね、二つこの点がないと全世界は網羅できませんから、もう一つは卵の中心ということになります。で、ナスカから線を引いてみます。 ナスカからサーペットマウントに引いています。この黄色い線がナスカから引いてきた線ですけども、このくるくると回ったところ、上の目の、目のところを見てくださいね。綺麗に重なりますね。ただし、このサーペットマウント、明らかにナス,ナスカを意識しつつ使われたということです。次に、ティオティワカンから線を引いています。この、やはりグニャグと回ったところと左下がそうですね。そして、コーナーのところと重なりますね。このようにして、このライン、点と点をつなぐと、えティオティワカンがいきますよということを示しているわけです。そして北極ですね。 という北極はですね、えー、まあ北極はですね、まあこの場所からもわかりますから、特にというわけではありませんけども、この目のところと、それからくるくると巻いた基準点とつなぐとそうです。それからギザのエジプトもあります。ギザのエジプトもですね、このくるくると曲がったところと、ここですね、このやっぱりニャーっと曲がったコーナーと重なっているところに注意してください。まあ、こうして、まあ2点を通ることによってですね、そして場所を示したということです。無辺ヘンも当然あります。 十分かご覧くださいね。で、モヘンジョラはですね、3点取りましたけど、左の2点でいいですね。一番右の点は、これは私はあの間違えて打ってしまいました。ですから、この左の2点でモヘンジョラを示しているということで、マガオのバックオフスはですね、あの、 トンコは分かりませんでした。ですから、一般、普通はですね、私こういう調べるときには、マガオは必ず出てくるんですけど、どういうわけかサーペットマウントに関しては、マガオはありませんでした。で、カラクルム、ヘビの王国ですね。歴代の王の名前は、みんなサーペントという名前が付いています。スクロールサーペントとかね、いろんな名前が付いています。キングサーペントとか。まあ、ヘビの王国です。やはりこれ、やはりあるということですね。山のところにあるということです。これからイースター島もあります。 で、イースターもありますから、ね、中部からご覧くださいね。このぐるぐると回ったところと、これはですね、手前のちょっと点の間違えたんですけど、もう一方、もう一つ山の下の方ですね。今は一番上は間違ってます。で今、下の方で合ってますね。今、この点で合ってます。 で、2点でイ、e、ースタート。今イ、e、ースタートマ真チ青に書きましたね。このイ、e、ースタートのところが正しい点です。やはりコーナーの角の、山の角のところにあることに注意してください。なあし、こういう形でサーペントマウンドは位置を示した。しかし、これでは地球の半球体の部分しか表現できませんので、もう一つ左上に基準点がありますが、卵の中心点です。で、これがあの,ものです、 インディアンヘッドロックから引いてきた線ですけども、同じようになりますから、プレアフィヒアはですね、あるもないもないも、も基準点中の基準点ですけども、一応引いていました。で、ないとは言いませんけども、まあ、このようにあるということですね。ちょうど卵と、卵、糖性からくるくると曲がったところの角にあります。頭の部分ですね。ですから、やっぱり大事、大事だということで、もちろん大線量もありますよ。大線量マウントから線を引いています。ターペットマウントで引いていますね。そうしますと、綺麗にありますから、ご注意ください。注意してみてください。あの、これはそうですね。それからこの場合は、卵の方が基準点になっているということです。 まあ、こうする、こうすることの世界。まあ 半球、半球全、前、まあ、で全、全、全地球を網羅できるということです。まあ、これはちょっと怪しいんですけどもね、あの、カフォキャムに、ちょっと無理に調べてみたんですけども、これは正しくないと思います。まあ、これから先ね、いろんな研究が進んでいくと思いますけども、まあ、私、林宏の説によればですね、これは道路標識、あるいはその方向を示す重要なエリアだったということになるた,ただ、点だけでわかりませんからね、これは、あの、蛇を模してですね、ぐにゃぐにゃぐにゃと書くことによって、2番目の山と、背からくるくる回ると、とこどこ行くんだぞということを、まあ、エリアがしたと思いす。 私は、ね、神々という呼ぶエイリアンです。今その点に点をつけてみました。このぐにゃぐにゃと曲がった山のところが一つの点である。そしてその点と右下のブルーの点をつなぐと方向を示すということですね。同じ方式で書かれているのはプライスのインターゴル様スです。これはあのー、サンアパースの巨人も同じ方式で書かれています。で、それからあのー、サンサンの大食材ですね。それも後で説明します。で、これがですね、こういった関節のところぐにゃぐにゃと曲がっている 点が、これは基準点なんですね。そして2点をつなぐことによって方向を示しているということです。まあ、トップバッターはテオティワカンです。右の方からテオティワカンから線を引いていました。そしてこの2点がですね、テオティワカンの方向を正確に示しています。メサベルでですね、えー、あの、インドの、まあ、洞窟人とも大変コンセプトに似ている洞窟です。そして北極です。そしてモヘンジョドラもあります。まあ、このように、まあ、繋がっているということですね。まあ、ほぼこの、えー 巨人はですね、北極並びにモヘンジャロを向いているということになります。このようにですね、レーンに、これギザですね、あの向かって左側の腕ですね、上腕が、あの、ギザを示しているということです。これサンアパスの巨人の棍棒がそうですね。まあ、要するに、それからナスカの宇宙飛行士もそちらの方向を示しています。というように、まあ、あの、重要な方向を示しているということですね。バイ、林博史ですよ。 繰り返しになりますかどこかで同じようなもうすでに発表なさっている人はいらっしゃいますけれども、それを、そちらの方がパクったんですから、あの、どうかご注意くださいね。林漁師がパクったなんて思わないでくださいね。本当にこの世界はね、早いですから。で、ギザー、それから、あーこちらが、 ナスカ、それからイーサーアイランドとなきま赤道を横切ったところに、えー、ウェスポールがあります。ウェスポール、イースポール。それが極めて重要なポイントですね。右30度で行きますと、エ、えー、ブベリーと行きます。まあそういった関係も、このウェスポールを中心として出来上がっています。そして左の方行きますと、ティオティワカンですね。で、ティオティワカンから90度で上がりますと、モヘンジュードロール、それから60度で上げますと、ギザと繋がっていきます。この辺りの数字は極めて正確に出てきますから、明らかに言いますが、これ偶然とはもう言えないですね。 それから、まあ、あの、真っ直ぐ下90度行きますと、イースター島へと行きます。どういう方が、イースター島とその、もう変状をつなぎますと、やや境地は感じずれるんですね。まあ、イースター島でちょっと、まあ、はじめにエラーを、エラーと言いますか、作り間違えたんじゃないのかと、廃シル線は考えています。そして、これが、ギザ・ナスカ、ナスカ、それからイースター島をつなげた線と、それから赤道横口ですね。その間の角度が60.00になるわけです。そして、まあ、 その小さい角度は30.00になるわけですね。そして、テルジティオはティオティはカンへと向かって上がっていきます。繰り返しになりますが、90度でモヘンジオロ、60度でギザとなります。こういう位置関係にあるということですね。そして、モヘンジオドロからテオティオカン、モヘンジオドロからギザへは、正確に60.00の角度になるということですね。で、ウェイストポール。 それからギザー、それからモヘンジョドラ、これも真一直線で並ぶんですけどもね。ですから、あの、ウェストポー、いわゆるナスカの反極点はプレハブ、プレアフィギュアですけども、イーサートの反極点はモヘンジョドラ、ややずれてますけどもね、地球が楕円球体のせいであることも一つの理由に考えられます。で、先ほど言いましたように、テオティワダのサンドは正確に、えー、モヘンジョドラを見ています。 太陽の西物、あるいは日の出の方向を示すためだけのためにね、あれほど巨大な建造物は建てませんね。それから、あの、頂点と頂点、第一、第三の頂点をつなぎまして、それを90度でいきますと、テオテアカン、もしくはポポカティ・ピティ山に行きます。ポポカティ・ピティ山で繋ぎますと90.000となるんですよ。テオテアカンでほんのわずかでエラが出ますので、反対側135度に向かいますと、もう炎上だろうという位置関係にあります。 ま、これ、ライン理論を簡単にこの部分のですよ、ギザーを中心とした、ライン理論を今皆さんに説明しているところです。こうしたその基準点がですね、そうですね、地球上に3、4箇所ありますね。 ま、基準点の基準点ということになっているわけです。そして、ティオティワカンの賛同は正確に、えー、モヘンジョラを向いています。逆に、モヘンジョラの塔からね、ティオティワカンに線を引いてみられますと、私の言っていることは正しいこと正しいということを皆さんにも分かっていただけると思います。で、ティオティワカンの賛同のことを死者の踊り言いますし、モヘンジョラは死の丘という意味です。これは偶然でありませんね。で、モヘンジョラは核攻撃を受けて滅んでいるということです。要するに、冒頭で英語で言いましたように、こうした事実を見てですね、不思議だ、謎だって言ってるんじゃなくて、その向こうから 事実いわゆる統合された事実を引き,引き上げて、ですねそしてそれを理論化していくということです。でないといつまでたってもでね、不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だということだけを繰り返して、そして永遠の、なんて言いますか、迷路の中で、うおさをしているだけということになります。まあ、そうした、ね、方法で、まあ、あちこちでも探れてますけどもね、不思議だ、謎だ。 そんな話はもう聞き上げましたからね。まあ、これがイーストポールの、説明をしているところです。一応桜島にありますけど、高潮の目を取っても、ややずれるんですね。これはあの、あのね、反極点でもないんですね。ウーストポールと、あわるイーストポールはですね、ややずれるのはどういうわけかわかりません。で、私は北半球と南半球、ややずれた点で、3つのわるイーストポールを使っています。まあ、それぞれね、あの、ややずれてくるわけです。 ま、地球が、これは楕円球体であるということだけではちょっと説明がつかないんですけどもね。でも、平穏度から60度で上がってき、き北の方に向かいますと、地方領岸、それから45.44.66で行きますと、TOT はワカンという関係にあります。ギザのピラミッドからね。 まあこうした位置関係になるということです。ですから、こうしたことをですね、偶然だ、偶然だっていうのも簡単だけども、それだけでは片付けられない、こうした事実が浮かび上がってきているということです。な、まあち、まあ、このように、ね、世界をですね、まあ、エイデンたちの設計図によって線、線を引かれてですね、こうして出来上がってきたということになります。これが林のライン理論ですね。まあ、ライン理論ということはそれを使ってですね、古代の謎を解くからライン理論というんですよ。ただこのような関係になるからライン理論というんじゃないんですよ。えー、はい。 で、左がモヘンジョロの、ンがイーサ島です。で、この大地というところも非常に怪しいわけです。特にモーリア島ですね。私は人口増生島と判断しています。そしてその直線上に、えー、ガムがあり、それからルンビンがあるですね。それからあの、ナマドール、ポンペイ島のナンマドールがありますね。その間の角度60度で行きますと、ハワイからギザイと向かいます。それから反対の60度で行きますと、まっすぐとティオティワカイと向かいます。間の角度は60、60、60となります。 もうこれも偶然とは言えませんね。なのティオティワカンってのは一つだけ、あ、いましょ。た、モリアとは重要だことです。あの、オーストラリアのね、ウルル、イルナチア、エアーズロックもティオティワカンの方向を見てますし、それから、あの、形状態ウルル、マウントコナーズも線繋ぎますと、マウントあ、モリア島に向かいます。それから、イースタートカーバー。あのー、イースタートってですね、あの、ルンビンにつなぎますと正確にカーバーの上を通ります。エラーは10メートル以内です。10メートルですよ。では皆さん。 また、よろしくお願いします。では、bye for now!